こんにちは。こんにちは。トカチのサラベツ村にあるピッツェリアツカさん。今回の北海道食材は小麦。トカチ産小麦 100% でピッツァを提供するお店なんです。それがそのトカチ 100% の、そうです、ね、夢チカラという種類の、もちもちした感じの生地です。もうなんか見るからにもちもちした感じが伝わってきます、はい、すごい。で伸ばしてしたら、トリンドルさんにこんなもんでいいんですね、大きさ的には。で後でもうちょっと大きくなります。あ、なるほど、はい。したらね、トマトソースを塗っていただいて、はい、6分目か7分目ぐらいの、はい、乗せます。で伸ばす感じですかね、はい、円を描くような感じでちょっと縁を残すぐらいで、あ、少しぐらい、はい、はい。してバジルを、はい、どのものかな、2、3枚ぐらいちぎって、ちょっと細かめにちぎって。何気にピザ作るの初めて。あ、本当ですか。なんです。嬉しい、作りたいなと思って、うん、でもこれ生地をこう広げるのって素人だといきなりは難しいですか？私なんか木べらで伸ばすのかと勝手に思ってました、うんうん、ナポリピザのスタイルは違うんですよね。こう手で伸ばして縁にがこんもりするような感じで。はい、ありがとうございました。チーズを、はい、でチーズもここで、はい、作ったものです。へー、自家製なんですね、はい、すごい。この小麦はやっぱり他のものとは味だったりとか違いますか？まあ、正直他のはあんまりもう使うのが当然と思って使ってたから、美味しいから使ってますけどね。小麦は日本国内流通の約 85% が海外産。そしてまだ少ない国内産小麦のうち約 65% が北海道で生産されているんです。結構シンプルなんですね、はい、材料としては。それだけなんです。はい、いかがでしょう。はい、じゃあこのオリーブオイルをですね。あ、すごくオリーブオイルなんですか、はい、OK です。もうちょっと、いや、もうちょっとですかね。はい、OK です。大丈夫です。釜に入れます。はい、わお、おお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 、なんで破れないんだ。そうなんです。すごい、はい、こんな感じで、すごいすごい、一気に大きくなってびっくり、うん。すごい、ここから見るとすごい薄いですね、はい、真ん中の方とか。これ火は向こうの方にあるけど、はい、これで焼けるんですね。そうです、この輻射熱で。回ってるんだ。そうです、そうです。だいたいなんか、あ、なんかもうちょっとピクピクしてきました、ね、え、ちょっといいですか、返しますんで。こっちの火に近い方が焦げてきますんで。あ、程よい焦げを、うん、はい。あ、もうなんかちょっと固まってます？はい。早っ。早い。大体ね、400度とか500度とかあるっていう感じですね。はい。こういうピザが一番好きです。あ、本当ですか。はい。はい、これで、いや、もう1分ぐらいですね。あ、はい。もう間もなく。一瞬で焼けるんだ。はい、焼けます。釜欲しいけど自宅で無理ですよね、絶対。どうですかね。いただきます。はい。あー、美味しそう。バジルがたくさん乗ってるところを食べよう。わー、生地が薄い。こんなの一口で食べちゃう。いただきます。うーん。うーん。うん。美味しい。なんかもっちもちなんだけど、すっごく生地が薄くて、なんか初めての食感。あ、そうですか。うーん。よかった。すっごいもちもちしてますね。ありがとうございます。チーズとの相性が抜群。うんうんうん。なんか小麦の美味しさも味わえますね、しっかりと。そうです。やっぱり石窯で焼くと、その香りが引き立ちます。いや、美味しい。さっきメニュー見てたら、チーズの、4種のチーズのピザがあって、はい、
って。はい、うちの名物です。あ、名物なんですか。はい、食べれたりしますか。もちろんです。あ、やったー。ぜひぜひ食べさせてください。はい、すぐご用意します。やったー。はい、お願いします。はい、焼きたてでいたしました。そうです。すごい。わ、いい香り、はい。チーズのいい香りがします。いただきます。おお。あ、すごいちょっと。あ、とろけそう。おわあ。私に来るまでにもうとろけてる。待って。あ、ああ。そんなにとろけないで。わあ、伸びてますね。いただきます。とろける。うわ、なんかこれ4種類もチーズ使ってるけど全部がすごいいい感じに混ざり合って、はい、へえ、美味しい。ありがとうございます。うん、これってこの小麦粉しか使ってないっておっしゃってましたけど、はい、それってやっぱ理由というか、まあ、十勝やるからにやっぱ地産地消というか、うん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 、土地のものを使って食べるっていうのが何よりも贅沢だと思いますので、うんうん、もちもち感がすごく特徴的なので、うん、焼いた時の香りもすごくいいし、確かに本当にすごいもちもちしてます。おいしい。ピザにすごく合うんですね、この小麦粉は。そう、はい、思います。とても相性いいと思います。うん、はい、うん、ペロッと食べれちゃう。小麦にもピザにもビックリンドルということで、本当にあの今その小麦をあの味わってみたくてピザをいただいたんですけれども、ピザの美味しさももちろんあるし、その小麦のなんだろうな、ここのトカチ 100% の小麦のなんかこうもちもち感だったりとか、あの本当に味わうことができてびっくりしました。こんなに美味しいんだと。ピザも美味しいし小麦も美味しいし最高だなと思いました。